学習始まるよ。英語学習の時間が始まりました。 How are you doing everybody? 今日も時事ニュースを使って一緒に英語力とそして情報力をどんどん高めていきましょう。NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力情報力アップしていきたいと思います。まずこのニュース字幕ありで聞いてニュースの概要を捉えていきましょう。その後字幕を使いながら難しい単語や表現そしてニュースの詳細の意味を押さえて単語力表現力情報力アップしていきましょう。3つ目は字幕なしでもう一度この NHK ニュースを聞いてしっかりと字幕なし英語のリスニングだけで意味理解できるのか確認していきましょう。4番目は日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力アップのためにお手本の NHK ワールドキャスターの英語を真似しながら発音のポイントアクセントなんかに注意を向けてですね、私たちもお手本を真似してたくさん英語を楽しく話してスピーキング力を上げていきたいと思います。リスニングクイズということで What material is most used to make PET bottle ということでペットボトルを作るために most used 一番使われている物質は何でしょうかという質問ですね。この答えこの NHK ニュースに出てきますのでしっかり聞き逃さないように集中して見ていきましょう。最後に Let's talk about your opinion and information we got from this NHK World News by our own English ということで Google 自動翻訳を使って自分自身の言葉英語で得た情報や思ったことをアウトプットする練習をやっていきたいと思います。より実践的な英語力一緒に高めていきましょうということでぜひ最後までこの動画ご覧ください。英研究家事チャンネル英語学習に使えるな情報も取れるし単語も表現も覚えれるななんて思った方はぜひチャンネル登録高評価シェアもよろしくお願いいたします。では Let's check this NHK World News with subtitles at first 字幕ありでこのニュースの概要を捉えていきましょう。 Let's check this out. A group of Japanese companies is working on developing plastic drink bottles that are not made from any petroleum-based materials. They say the commercialization of the PET bottles produced only from bio-based substances would be a world first.Paraxylene accounts for about 70% of the bottles. One of the company's oil wholesaler, Enel, says the new technology relies on used cooking oil and other bio-based materials to produce paraxylene. Enel says it will begin producing the material at its refinery in western Japan by the end of this year. Mass production of the PET bottle is scheduled for 2024. About 35 million will be shipped annually.With our technology, carbon dioxide emissions from petroleum-derived plastic bottles could be almost eliminated. The new process would raise production costs, but Enel says it hopes the effort will help spread the use of clean resources. さあどうでしょうか。字幕ありでこのニュース見てみましたけれども、ニュースの概要を捉えることできましたか。そしてリスニングクイズの答え聞き取れましたでしょうか。エネオスさんがですね、なんと油ですね、食用油からこのペットボトルを作る技術を開発して来年量産をしていくということでですね、世界で初めて、このペトロリアム石油ですねを原料としないペットボトルを作ることができる技術になるということで、温暖化対策なんかでもですね非常に期待できる新しい技術がこのエネオスさんから出てくるというこういう嬉しいハッピーニュースですね。さあリスニングクイズの答え What material is most used to make pet bottle 聞き取れましたでしょうか。どんな物質が一番、使われているのかペットボトルを作るのにということですね。さあそれではですねこの右側の原稿を使いながら難しい単語や表現があれば確認をして単語力表現を増やしてですね、そしてニュースの情報深い意味もですね理解しながら情報力もアップしていきましょう。ではいきたいと思います。 A group of Japanese companies working on developing plastic drinking bottles that are not made from any petroleum based materials ということで、日本の企業グループというのはですね今ペトロリアムというのは石油ですね、石油原油を元にしたものから作らないですねドリンキングボトル、こういう風な飲み物用のペットボトルの開発
にワーキングしているということで、取り組んでいるんですね。They say the commercialization of the PET bottles produced only from bio-based substances would be a world first ということで、彼らによるとですね、このペットボトルを作るのに、bio-based substances、 bio が元になっている物質でですね、このペットボトルを作るのはワールドファースト、世界で初めての技術になるということで、じゃあこのバイオベースサブスタンスって一体どんなものなのっていうことですよね。バイオベース、生物を原料としたという訳が出てきましたけども、まあざくっと言うとですね、生物を原料としたもので、ペットボトルを作るということですね。さあここ難しい単語や表現特にありませんよね。見たこともないなっていう単語ないと思います。ペトロリアムっていうのは石油のことですね。これですね、ペトロリアム。ペトロリアム。ペトロリアム。声に出して覚えておきましょう。石油ですね。覚えておきましょう。では次見ていきたいと思います。Flaxlin accounts for about 70% of the bottles found the company's oil wholesale annual says the new technology relies on used cooking oil and other bio-based materials to produce paraxylin ということで、ここにですね、リスニングクイズの答えが出てきておりますけれども、ペットボトルを作るのですね、70% というもの、パラキシリンがですね、ペットボトルの約 70% を占めているということで、The answer for this listening quiz, what material is most used to make PET bottle? ペットボトルを作るのに最も使われている原料はパラキシリンですね。パラキシリン、覚えておきましょう。発音こんな感じですね。パラザイリン。パラザイリンなんですね。英語になると、パラザイリンを覚えておきましょう。パラザイリンが一番使われているっていうことですね。そして、石油元売りのエネオスによるとですね、この技術、新しい技術というのは、ユーズクッキングオイル。使った後のクッキングオイル、調理用の油、そして他のですね、バイオベースマテリアルズ。バイオベース覚えてますか？さっき生物でしたね。まあ、生物がベースになっている物質を使って、パラザイリンですね。また作るという、こういう技術だということですね。さあ、ここ覚えておきたい単語ですね。パラザイリン。覚えておきましょう。パラザイリンがですね、一番このペットボトル作るのに使われているんですね。約 70% ですね。パラザイリン。ぐらいですね。難しい単語。では次見ていきましょう。はい、Enos says it will begin producing the material and its refinery in Western Japan by the end of this year. ということで、今年、もう早いものでも8月も終わりですけれども、今年の終わりまでに、西日本でですね、そのエネオスのリファイナリー製油所でこの物質を作ることを始めるということですね。まあ、食用油を元にして作っていくと。Mass production with a PET bottle is scheduled for 2024. About 35 million will be shipped annually ということで、Mass production というのは大量生産ですね。このペットボトルの大量生産、地球に優しいペットボトルの大量生産は2024年を予定していて、そしてですね、アニュアリー、年間でミリオンは100万ですから、3500万ですね、ものペットボトルの製造をまあ予定しているということですね。では、ここを覚えておきたい単語表現。難しいな、見たことないなっていうのはあるでしょうか。リファイナリーっていうのは製油所ですね。こうですね。Refinery。Refinery 覚えていきましょう。製油所ですね。まあ、そのぐらいですね。では次見ていきましょう。Enos の方が超えてました。With our technology, carbon dioxide emissions from petroleum derived plastic bottles could be almost eliminated ということで、素晴らしいことだと思いますけれども、この技術を使えばですね、カーボンダイオキサイドエミッションズ、地球の中の原因となっているというカーボンダイオキサイド、すなわち二酸化炭素ですね。の排出がですね、almost eliminated ということで、ほとんどなくなるということですね。Petroleum derived plastic bottles というのは、石油を原料にした、石油から作られているペットボトルからですね、出ているカーボンダイオキサイドをほとんどゼロにできるということで、素晴らしい技術ですね。The new process would raise production costs, but analysts say it hopes effort will help spread the use of clean resources ということで、この新しいですね、ペットボトルを作るこの工程というのは、プロダクションコスト。まあ、生産コストが上がってしまうけれども、エネオスさんですね、さすがという感じですけれども、生産コストが上がってもですね、このクリーンリソース、地球に優しい、環境に優しいもので、ペットボトルを作っていく
とこう宣言している。これがスプレッド、広がっていくことを望んでいるということですね。もう余談になりますけれども、地球温暖化で日本も暑い暑い夏がやっと終わろうとしていますけれども、世界に目を向けてもですね、本当に乾燥で山火事なんかが世界で多発にしていて、本当に異常気象、もう高温多湿という感じですけれども、まあその一因がですね、このカーボンダイオキサイド、二酸化炭素が放出して、それが地球温暖化ガスになってですね、地球が熱くなっているということを言われてますので、こういったエネオスさんなんかの取り組み素晴らしいと思います。さあ余談は終わりまして、ここでですね、覚えておきたい単語表現。カーボンダイオキサイドですね。はい、これですね。カーボンダイオキサイドは二酸化炭素ですね。カーボンダイオキサイド。カーボンダイオキサイド。覚えておきましょう。カーボンダイオキサイド。二酸化炭素ですね。二酸化炭素。さあ、次ですね。他難しいなって思う単語特にありませんね。はい。では次はですね、3番目いってみたいと思います。字幕なしですね。この右側の原稿、えいと隠してもう一度同じニュースを見ますが、今度は字幕なしのですね、英語のリスニングだけでしっかりと意味理解できるのかチェックしていきましょう。Let's try to understand every details of this news, but this time only listening English without subtitles. Let's try it. A group of Japanese companies is working on developing plastic drink bottles that are not made from any petroleum-based materials. They say the commercialization of the PET bottles produced only from bio-based substances would be a world first.Paraxylene accounts for about 70% of the bottles. One of the company's oil wholesaler, Enel, says the new technology relies on used cooking oil and other bio-based materials to produce paraxylene. Enel says it will begin producing the material at its refinery in western Japan by the end of this year. Mass production of the PET bottle is scheduled for 2024. About 35 million will be shipped annually.With our technology, carbon dioxide emissions from petroleum-derived plastic bottles could be almost eliminated. The new process would raise production costs, but Enel says it hopes the effort will help spread the use of clean resources.さあどうだったでしょうか。英語のリスニングだけでしっかり聞き取れましたでしょうか。英語と一言で言ってもたくさんいろんな種類がですね、世界中で話されていますので、いろんな種類の英語を聞いて、関連する単語や表現をしっかり覚えて、リスニング力、そして単語表現力、どんどん上げていきましょう。さあ、ここまではインプットの練習をしてまいりましたけれども、次はですね、アウトプットの練習をしていきましょう。どんなアウトプットか、それはですね、英語を話すというアウトプットですね。左側の上手な NHK ワールドキャスターのお手本英語を部分部分聞いて、どんなところに発音の特徴があるのか、音の特徴があるのかをですね、まず集中して聞いた後、私がそのポイントを解説しますので、そのポイントを押さえながら、右側の原稿を一緒に楽しく話していきましょう。実際に たくさん英語を話すことによって、スピーキング力がどんどん向上していきますので、楽しく話していきたいと思います。視聴者の皆さんも声が出せる状況になる。しっかりとですね、声を出して英語を話す練習していきましょう。では、Let's try to speak in English out loud to try to become fluent English speaker. Let's try it. A group of Japanese companies is working on developing plastic...drink bottles that are not made from any petroleum-based materials. They say the commercialization of the PET bottles produced only from bio-based substances would be a world first. ではこの部分ですね、今のお手本を聞きながらですね、右側の原稿を音読したいと思います。ポイントですけども、このざっととかですね、単語の最後の T がついているこの単語ですけども、t の音っていうのはほとんど聞こえなくなるんですね。これ that ではなくて that ですね。that、このポイントをですね、押さえていきたいと思います。そしてですね、この the もですね、教科書通りの音だと the という音になりますけども、ネイティブですね、英語の上手な方は that という音になりますね。that they say the commercialization ですね。この the の発音ですね、音は the に近い音になる。そしてこの単語の最後の T サウンドはほとんど聞こえないようになるというポイントを押さえながらですね、この部分、先ほどのお手本英語を真似して、音読一緒に言ってみましょう。では、いきます。A group of Japanese companies is working on developing plastic PET drinking bottles that are not made from any petroleum-based materials. They say the commercialization of the PET bottles produced only from bio-based substances will be a world first. ですね。さあでは、次ですね、この部分、
お手本聞いてみましょう。Paraxylene accounts for about 70% of the bottles. One of the company's oil wholesaler, Enel, says the new technology relies on used cooking oil and other bio-based materials to produce paraxylene. Enel says it'll begin producing. さあ、行き過ぎましたけれども、この部分ですね、行ってみたいと思います。さあ、ではこの部分のですね、ポイントですけれども、about の t もそうですね、最後の t サウンドというのはほとんど聞こえなくなるので、about。About ではなくて about ですね。意識していきましょう。そしてこの and もそうですね。and ではなくて and ですね。最後の d サウンドというのはほとんど聞こえなくなります。ではこの部分ですね。先ほどのお手本を思い出しながら音読いきましょう。Paraxylene accounts for about 70% of the bottles. One of the company's oil wholesaler, Enel, says the new technology relies on used cooking oil andother bio-based materials to produce paraxylene ですね。では次、この部分ですね。お手本英語を聞いて音の特徴を捉えていきましょう。As it will begin producing the material at its refinery in Western Japan. ちょっと戻りますね。ここから聞いてみましょう。Begin producing the material at its refinery in Western Japan. もう一度戻りますね。NL says it will begin producing the material at its refinery.In Western Japan by the end of this year. Mass production of the PET bottle is scheduled for 2024. About 35 million will be shipped annually. ではこの部分ですね、行ってみましょう。ポイントですけども、この and の D さんですね、and ですね。このあたり、ですね、チェックして、意識しながらいきたいと思います。Enel says it will begin producing the material and its refinery in Western Japan by the end of this year. Mass production of the PET bottle is scheduled for 2024. About 35 million will be shipped annually. ということですね。さあでは、次最後の部分。この部分を聞いて音の特徴、発音の特徴を捉えていきましょう。With our technology, carbon dioxide emissions from petroleum-derived plastic bottles could be almost eliminated. The new process would raise production costs, but NL says it hopes the effort will help spread the use of clean resources. この部分ですね、今の手本を真似していきたいと思いますけれども、この最後の T サウンドですね、ほとんど almost ではなくて almost ですね。そして、and の d サウンドですね。この bat の t もそうですね。bat ではなくて bat ですね。bat。こういうところを注意しながらですね、お手本の真似をしながら音読いきましょう。With our technology, carbon dioxide emissions from petroleum-derived plastic bottles could be almost eliminated. The new process would raise production costs bat. And it also says it hopes the effort will help spread the use of clean resources. ということですね。さあどうでしょうか、皆さんもしっかりですね、お手本を聞きながら音の特徴を捉えながらですね、しっかりモノマネをして音読しましたでしょうか。たくさんやはり英語を話す練習ですね、練習あるのみですけども、練習するとどんどん自分の口から話した英語のですね、発音、アクセント、リズムも良くなってですね、上達していきますので、たくさん楽しく英語を話していきましょう。では次はですね、このニュースから情報を得た後に、どんなことを感じ、どんな情報を得たのか、自分の言葉で英語でスピーチする練習を Google 自動翻訳を使ってやっていきましょう。これも家にいながら Google 自動翻訳を使えばですね、楽しく、そして実践的にスピーチ練習ができて、実践的な英語力を高めていけますので、皆さんもぜひやってみてください。左側の言語を検出するという方を英語に設定して、右側の翻訳の方を日本語に設定します。そしてこのボタン、音声入力には翻訳というボタンを押すと、ここが青く光ってですね、ここにお話しくださいと出ますので、そうなったらですね、自分の英語言葉でどんな情報をこのニュースから得て、どんなことを感じたのか英語で話してみましょう。話すと Google がその英語をすべてですね、そのまま聞き取って左側に文字化してくれます。右側にはその日本語訳が表示されます。そして、もう一度このボタンを押すと、録音、聞き取りが終わって、ここにですね、音声を聞くというボタンが出ますので、これを押すと、この左側の英語を、なんと Google が音読してくれます。この
Google の音読、つまり自分の英語のスピーチを聞きながら、右側の日本語訳と照らし合わせて、自分の英語のスピーチ、しっかりと英語のアクセント、発音、間が通じているのか、話している内容ですね、通じているのか、ということを確認できますので、ぜひ皆さんも Google 自動翻訳を活用して、この練習をやってみてください。それではですね、このボタンを押して、私がこのニュースから得た情報、そして感じたことを英語でスピーチしてみたいと思いますので、皆さんも Let's try it ということで挑戦してみてください。Let's speak our opinion and information we got from this NHK World News. According to this news, the new technology to produce PET bottles based on biomaterials is now under developed.By several Japanese firms, including Eneos. As a Japanese, I'm very proud this kind of world-first technology is underdeveloped in Japan. According to this news, the new technology eliminates almost all carbon dioxide to produce PET bottles. So that is very good, because now,Global warming is one of our biggest challenges for human beings, and carbon dioxide is said to be a major cause for global warming. So if this kind of eco-friendly technology is developed and successfully cut emissions of carbon dioxide, it will be a key to eliminate global warming. Otherwise,Global warming will never stop, and I think human beings cannot live on this world safely, because as we may know, so many wildfires is now going on around the world, such as in Greece, such as in Europe, such as in Canada, and wildfires in Hawaii few weeks back. So,I'm so proud for this kind of new technologies, which is eco-friendly. That is what I felt while I'm watching this news. こんな感じでスピーチするとすべてですね、そのまま聞き取って文字に起こしてくれます。右側にはその日本語訳が表示されています。そしてこのボタンを押すと、この左側の英語をそのまま Google が音読してくれますので、自分の英語を聞いて、自分の発音の伝わっていないところとかですね、そういうところをまず確認することができます。では、一度私の英語スピーチチェックしてみましょう。Let's check my original English speech. According to this news, the new technology to produce PET bottles based on biomaterials is now underdeveloped by several Japanese firms, including Eneos. As a Japanese, I'm very proud this kind of world-forced technology is underdeveloped in Japan.According to this news, the new technology eliminate almost all carbon dioxide to produce PET bottles. So that is very good because now, global warming is one of our biggest challenges for human beings and carbon dioxide is said to be a major cause for global warming. So if this kind of eco-friendly technology is developed and successfully cut emissions of carbon dioxide, it will be a key to eliminate global warming.Otherwise, global warming will never stop and I think human beings cannot live on this world safely because, as we may know, so many wildfires is now going on around the world, such as in Canada and wildfires in Hawaii few weeks back. So I'm so proud for this kind of new technologies which is eco-friendly. That is what I felt while I'm watching this news.こんな感じで、まず自分の英語を聞きながら、日本語訳と照らし合わせて、自分の英語の発音なんかを把握することができます。その後はですね、この左側の英語、画面上で修正できますので、しっかり伝わっていないところを修正する。そしてもう一度聞く。ですね。そして聞いた後音読するというこの練習、学習の繰り返しで、家にいながらどんどん実践的な英語力、スピーチ力アップできますので、ぜひ皆さんも Google 自動翻訳を活用してやってみてください。それでは、この左側の英語を修正したいと思います。
こんな感じで左側の英語を修正してみましたので、一度聞いてみましょう。Let's check this revised English speech. According to this news, the new technology to produce PET bottles based on bio-based materials is now under developed by several Japanese firms, including ENEOS. As a Japanese, I'm very proud this kind of world-first technology is under developed in Japan.According to this news, the new technology eliminate almost all carbon dioxide to produce PET bottles. So that is very good because now global warming is one of our biggest challenges for human beings and carbon dioxide is said to be a major cause for global warming. So if this kind of eco-friendly technology is developed and successfully cut emissions of carbon dioxide, it will be a key to eliminate global warming.Otherwise, global warming will never stop and I think human beings cannot live on this world safely because, as we may know, so many wildfires is now going on around the world, such as in Europe, in Canada and wildfires in Hawaii few weeks back, so I'm so proud for this kind of new technologies which is eco-friendly. That is what I felt while I'm watching this news.こんな感じで英語を修正してみました。そして修正した後はですね、時間の許す限り、この左側の英語をですね、発音、アクセント、リズムに気をつけて、何度も何度も繰り返し音読する。そして発音のポイント、音に注意をしてですね、繰り返す。この練習で、どんどんと実践的なですね、英語力を身についていくと思いますので、皆さんもぜひやってみてください。さあ、いかがだったでしょうか。今回の時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力そして情報力をアップしてみました。英研究家事チャンネル、英語学習に使えるなと思ったらぜひチャンネル登録、高評価、シェアもよろしくお願いいたします。英語力アップ、情報力アップにつながる英語学習動画どんどん上げていきますのでぜひよろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video tips and I hope you enjoyed and we could learn new English vocabularies and expressions as well as information from this video. If you think that my channel is good for you to learn English, please subscribe my channel and share it with your friends who is also learning English. Once again, thank you very much. Have a good day. Stay healthy and goodbye.